右、東払い、東メボン、プレループ東メボンは、カンボジアのアンコール遺跡群にある10世紀のヒンドゥー教寺院である。オーラージェンドラバルマン2世の統治時代に築かれ、現在は干上がった東払い町スイッチの中心にある、人工の島であった場所に立っている。東メボンはヒンドゥー教の柴神と、王の両親に敬意を表して捧げられた。その場所は、 クメール建築の配置と基本的な方角に対する関係を反映する。寺院は南北を軸として、ラージェンドラバルマンの主寺院であるプレループがちょうど東払いの外側より南約1 2トルの位置に建設された。さらに東メボンの東西の軸上にラージェンドラバルマンの地政時代にもう一つ作られたピミアナカスという王宮寺院がちょうど西に 約 6.8km の位置にある。プレループの一般的様式で作られた東メボンは、西暦952年に捧げられた。それは3つの周壁、及びラテライトの3層構造の基段を持ち、砂岩、レンガ、ラテライト、化粧漆喰という耐久性のあるクメールの建設資材をすべて含んでいる。第2層の像の長像東メボンの中央指導マグサイシの彫刻。 アイラーバタに乗るインドラ基団は、東西126メートル、南北121メートルで、最上部には、四角い基団の角にある四基の小塔に囲まれた、基団状に、中央の塔がある。その塔は、レンガ作りであり、マグサ、ギヒ及び柱の部分は、砂岩で作られており、かつて化粧漆喰を秒で固定した穴が見られる。東目盆の彫刻は多様かつ優れており、 木団の第一層と第二層の角には高さ2メートルの独立した像の彫像がある。マグサの彫刻は特に洗練されており、宗教的場面として、インドラ神が三つの頭を持つ像、アイラアバタの上に乗る者や、芝神がその乗り物の生牛、ナンディンの上に乗る者がある。今日、上層より外側を見ると、かつて寺院を囲んだ水の巨大な広がりが想像される。 また、基部にある四つの三橋は、寺院にかつては、船で渡ったことを想起させる。ありがとうございます。